委員長の報告を求めます。財務金融委員長酒井学君。ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者保護等を図るため、仮想通貨の呼称を暗号資産に変更するとともに、暗号資産交換業に関する制度の整備、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備を行うほか、金融機関の業務に顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加すること等の措置を講ずるものであります。本案は去る5月14日、当委員会に付託され、翌15日、麻生国務大臣から提案理由の説明を聴取し、17日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。質疑終局後、本案に対し、緑川隆君ほか1名から、立憲民主党無所属フォーラム及び国民民主党無所属クラブの共同提案に係る修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。次いで討論を行い採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお本案に対し付帯決議が付されましたことを申し添えます。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第5、平成29年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書その1、承諾を求めるの件。日程第6、平成29年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書その2、承諾を求めるの件。右両件を一括して議題といたします。委員長